僕は帰ってきて子供の頃からの友人がいまして僕はあのそのおばの釣り合いのところでシャピ一応そのシャピンバイクのところにあの見習いで働いていたんですよねでも英語わかんないでしょで一緒に働いていたあのクルーズは5人いましたけどねあのみんな2世です。で彼らはあのみんな大学でなんですよね。でおまけにベテランで。 で彼らはあのー、あの割に年代の古い方の2世ですから結構日本語も上手であってで彼らが僕もよくして,してくれたんですけども白人のお客さんに聞かれるとねいちいち <laughs> 止まっ,ってくれて後ろに行ってその先輩なんかに聞いてねこうだって、ね、しないといけないんですよね。でも初めはいやこれはこれでまた面白いなと思ったんですけどもう一ヶ月もそうするとねもうなんか嫌気がつくなると相手に迷惑かけるっていうんでそこに友達がやってきてお前ここで働いていくいくらお金もらってるんだってことですよね。でこんなとこ俺よりもあの あの,あのソーテルのボディハウスに移れてでガーディナーした方がお,お金がまだ余計取れるってゅうんで <laughs> それで1か月半でシャッピバッグやめてそこに移って。